今回のエッジプレイは頑張るキリー。 Xbox らしい骨太中シューティングの極上プレイを惜しむことなくグワーッと大収録。そしてプレイヤーはもちろんこの人、菅原智之。今回も尖ったプレーで皆さんの度肝を抜きます。そんな菅原が今回挑戦するのがこのチャレンジモードだ。これはゲームクリア後に登場する隠しモードで、好きなステージを繰り返し遊べるというもの。今回はそのステージ1でのプレーだ。菅原が狙うのはもちろんランキングオール S。 ちなみに評価の対象となるのはクリアまでの時間、倒した敵の総数など全部で5つ。この5つを全て最高ランクでクリアします。ではプレーを見る前にちょっとテクニック解説。まずブーストコンボ。このように空中でサイドブーストやバックブースト、ブーストダッシュをつなげるとブーストコンボとなる。これを25回つなげることでキャラが無敵状態になるのだ。これがノーダメージクリアへの活路である。そして GV ナパーム。これは通常このように体当たりをして敵を倒す技なのだが、今回菅原はあることにこれを使っている。果たしてそれが何なのかはプレイを見て確かめてくれ。それじゃあ早速見てもらおう。これがオール S ランクプレイだ。
て、いかがでした？度肝抜かれました？もうどんなゲームでも菅原くんに任せときゃいいんです。だって絶対すごいことしてくれますから。ってことで次回のエッジプレイもお楽しみに。